はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきたいと思います。ここまでまあ順調にと言っていいと思うんですけど、勢力を伸ばしてきているところではあるんですが、画面の、上部にちょっとね、小さくて見づらいかもしれないんですが、数字が出てると思うんですけど、一番左に出ている1970マイナス20っていう、これ今1970円持っていて20円ずつ減っていますっていうのが分かりやすく言った言い方なんですけど、要はお金が減っていっているという状態なので、お金の資源の確保を最優先に、あとは鉱物資源、その隣に出ている赤色のダイヤモンド、この資源の獲得を目指して、続きをやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。今影響力でいうと27プラス2で、27、60になると勢力を広げられるというところになってきますので、目下の目標はですね、どうだろう、マーローブ、バゴル、エブリーリ、エザードロームからヤミザーに入っていくというのが一つ、一番鉱物資源とお金の資源両方獲得しやすいかなというふうに思っています。で、稼働していないものがありますよというところなんですが、ちょっと今動かせないので一旦置いておきましょう。で、除去するにもお金も資源もないので一旦置いておくしかないんだよね。で、あと戦力っていう意味で言うと、今第二遠征艦隊、画面の、右の方に出ている軍事艦隊のところですね、第二艦隊が1000で、第1、第3、第4の3個艦隊が2000から2500というところに入っているので、第二艦隊をね、ちょっと増強していきたいというところで、第二艦隊は今地球圏に戻しています。でサイズはいつも戦闘が起きやすい場所なので、ここに、第4艦隊を配備。であとはデバックス、ここにも、艦隊を配備済みですね。ちょっと先に研究が終わったという話なので研究を入れていきましょう。鉱山が、次は回避可能というところですね。艦隊式上限プラス20、これも欲しいんだよな。先にこれをやっちゃおう。で、第一遠征艦隊がダーバン、ダーバンに置いとく必要あるのかって話はあるんだけどな。ドリトスマスク、ここもちょっと早めに回収したい場所ではありますね。採掘ステーション、ちょっと言えてないですね。採掘ステーションを建てちゃってだ。スコーロームは一旦ちょっと中入っていって、優先的に獲得するしたい採掘ステーションを選んでいきましょう。でも幸いお金は減っていくという状況ではあるんですけど、1900今あるので、前回1000もらいましたからね。どっからかハンタクとかだったかな。で最後に確かボウルとどっかが戦争を始めてましたよね。その戦争に巻き込まれたくないというのと、その戦争をしている間にこちらは自力をつけたいというところがあるので、そこをしっかりやっていきましょう。であとは稼働していない鉱物、資源があるよって話で、まずはここ除去していく。200かかるけど、で除去が終われば、お金も手に入りますという話だよね。
で修理もしちゃって、うん、ジャングルも除去するテクノロジーがないか今だと、まあ、そういうことであればしょうがないね。でまあどちらかというと戦闘力軍事力を上げていきたいなというところなんで、デバックス、どうする、一旦修理に戻す、この艦隊も、いや先にやっぱり第二遠征艦隊、これの増強が先ですね。で鉱物資源が全く足りないので第二遠征艦隊用に鉱物資源をちょっと確保していってあげましょうか。建設完了したで、で建設船が眠っちゃってるんで建設船を動かしていきましょう。いや新しく艦隊増強したら増強したでね、またお金がどかすか減っていくっていう、まあ、本当にお金のやりこりが難しいゲームだなというのがここまでプレイしてきた、このステラリスの感想なんですけど、ただゲームバランスっていうのかな、は本当に面白いですね。歴史を扱った信長の野望とかと違う部分、まあ、架空の、本当にシミュレーションゲームみたいなものになっていると思うので多少とっつきにくいというか、なんというかあると思うんですけど、シミュレーションゲームが好きな方は多分だいぶ好きな、ゲームバランスに、まあ、万人受けするシミュレーションゲームが好きな人であれば万人受けするような、そういう設定になってるんじゃないかなっていうのを感じてます。開始伝総督がレベルアップしてるね。そうするとこの開始伝の領地をもうちょっと広げてあげてもいいかなって感じはするけどね。眠っている建設船がいるという話であれば、これをしっかり対応していきましょう。調査船はねちょっと一隻沈んじゃいましたけど、これ改めて調査船を作る必要は今のところ感じていないので、このままマーローグバゴルっていうさっきお話した進め方で進めていきましょう。で、あとは艦隊をちょっともう少し前線に出していってもいいかなというところですね。おっとここで敵艦隊と遭遇、ちょっと先に研究枠だけ使っていきます。何研究するかなんですが、巡洋艦、巡洋艦か、もしくは宇宙基地のアップグレード、ボールいらないな、 G3 ガンダムいるかな、ここは巡洋艦を作りにかかろう。で、ここは敵対シル艦隊の存在、どこにいる？財布。やっぱり財布か。まあ、ただ財布には、第4遠征艦隊、これを配置していたので正解でしたね。ただ1800か。なかなかにダメージを受けそうな感じはしますが。まあ、ただ大丈夫かな。
ホワイトベース動いてますね。ホワイトベース発進っていう感じですけど、ちょっとホワイトベースに照準は合わせていきたいけど、ホワイトベース自体が動いちゃってるね。ここにいるのがホワイトベースです。でホワイトベースにはね、もちろんモビルスーツを搭載してるんで、よし、敵艦隊撃破ですね。多少ダメージは出たんでしょうけど、ほぼほぼ無傷と言っていいかな。問題ないでしょう。で、財布には今回は敵艦からの補充はないか。残念。まあ、そこでね、テクノロジーのアップグレードを図るっていうのも上等手段ではあるんですけど、今回はちょっとそれはない。いや、本当に第二遠征艦隊の増強をかけたいんで、またホワイトベースを作っていきたいんですが、そのための鉱物資源だな。確かホワイトベース一隻作るのに、2300、そうですね、ホワイトベースの2番艦級、改良したホワイトベースですね、これを作るにはまあ2296、約2300必要になってくるというのがあるので、全然数が足りないですね。鉱物資源の今166なんで、これまとまった数必要だよな。そうするとまたポップリンゴをちょっと売って鉱物資源を確保するっていうのに走るっていうのも手ですよね。一つの、いや、でも第4遠征艦隊本当強かったですね。相手も1800ぐらいの戦隊値を持ってたと思うんですけど、まあ、ほぼ無傷でこれをしのぎ切った感じはあるんで、まあそれは大きいかな。じゃあ建設艦の一隻をマーローブに進出させていきましょう。宇宙基地、不足しているんで移動だけさせておきます。貿易の協定が切れたか。反託、そしたら反託さんとは再び貿易協定を結びにかかろう。メッセージが来たという話、ちょっと先にこれを読もう。研究協定鉱物163、まあこれは普通に結ぼう。でそれとは別にだ、鉱物資源もらったはもらったで嬉しいんですけど、嬉しいんですけど、それとは別に鉱物資源をさらに反託と定期的にやり取りしたい貿易協定ですね。今だとポップなんだよね。ポップを毎月3送るんで、鉱物を
毎月1ちょうだい。よし、受け入れてくれた。まあ、ポップリンゴは一旦放置でいいでしょう。これで鉱物資源が多少、まあ本当に数としては微々たるものですけどね。で、ちょっと毎回でもないか、ちょこちょこお話してる通り、今僕の住んでるマンションが大規模修繕工事に入ってまして、ちょっとね、うるさいというのがあったりするかもしれないんですが、ちょっとそこだけご了承いただきたいなというふうに思います。で、あとは調査船、遊んでる調査船があれば調査船を使っていきたいんだけど、調査船は行える研究はないかな今だと。そうするとセーラさんとかを研究船から下ろして、戦闘艦に乗せてもいいかもしれないな、まあ、ちょっと判断が難しいところにはなると思います。いや、お金がだいぶこれでマシになりましたね。マイナス20だったのがマイナス4まで戻してきました。まあ、ただまだまだ苦しいので、やっぱりこれヤミザーまで進出する路線を、確保しておきたいですね。で、あとは最悪このドリストマスク、まあ、ドリストマスクは2なのでお金が入ってくるのがあんまり美味しくはない。であればマーローブ、バゴル、エイプリー、まあ、ここも全部2ですけど、その2の先に3と5が合っている、待っているってことを考えると、こっちに先にお金を使う方が、なんか良さそうですよね。建設船がまた遊んじゃうんだけど、ここは鉱物資源を溜め込みたいので我慢だな。本当だったらなんか使っていきたいなというところなんですけど、我慢しましょう。一旦。デバックスにいる第三遠征艦隊、これも動かせないからな、まあ、デバックスにいる第三遠征艦隊は統合クタクノル公国との前線に配備しておきたいので、そうなるとやっぱりこの第二遠征艦隊、第二艦隊を増強していって、もうちょっとね、軍事力の底上げをしていきましょうか。さっき今出ている数値が戦隊値だとお話しましたけど、これ単純な軍事力ですね。戦隊値も込みの。統合クタクノル公国との、資源の貿易が終了したので、またクタクノルに連絡を送って、貿易協定を申し込みましょう。ポップ、これを毎月5送るので、代わりに鉱物資源を毎月1か、鉱物資源1か、まあ1でもないよりはマシだな、もらっていこう。
まあ、とにかくね、ポップは200までしか貯められなくて、その200以上どんどん溜まっていくんで、ポップをちょっとでも吐いてしまって、その分何か違うものを得るっていう選択肢は悪くないと思うんですよね。あとはそもそもポップを作り変えて違うものに変えていくっていうのも、まあ、一つの手かなと思うんですが、あえてポップが今生産されているところを変えていくっていうのは、それはそれでまたいろいろお金とかかかるんで、まあ、考えものなんですよね。なんでポップは一旦我慢するか、ちょっと溢れていってしまうこの量は。2200溜まったらもうすかさずホワイトベースの改良型2番環球をまた製造していきたいので、もうすぐまた、影響力が60溜まったらバコルに進出しましょう。リーグも美味しいっちゃ美味しいけどね、ブーン、リーグ。まあその取り合いの合戦になるってことを考えると、まあ、このブーンに先に行った方がいいかな。ブーンに先にちょっと陣取りだけしときましょうか。そしたらボーンを押さえてしまえば最大ノーブは確実に手に入ると。誰かが死んだか、科学者が死んだ。49歳か、早かったな死ぬのが。これちょっと誰か雇用せざるを得ないな。クワトロバジーナ退院する。軍事学、軍事学。これ名前が思い出せない、誰だっけな。アレキサンドリアとかに乗ってた。ちょっと全然思い出せない、思い出せないですが、いましたよね。誰だっけ、本当にちょっと名前が思い出せなくて恥ずかしいな。名前、ちょっと調べたい。名前なんだっけな、本当にゼータガンダム好きだったのにショックだな。もう最近物忘れがひどくなってきちゃってんのかな、年を取ったせいで。で、敵艦ですね、敵艦アトミー。ちょっと待ってね、アトミーって近くに艦隊いる？いるね。デバックスに艦隊置いといて正解だった。急いでアトミーに派遣しましょう。偏見は味方だし、バスクオムじゃなくて、名前が出てこない。結構小物なんですよね、小物だけどちょいちょい出てくる。ボルガ、破壊帝国を逃れてきたティラーシアンのボロボロになった小型民間船の一帯側が中域に到着。入植を許可。へえ。まあいいでしょう。歓迎しましょう。
ボルガ、破壊帝国か。いや、押し込まれてるもんな、確かに、ボルガに。民間ステーションが破壊されたわ。破壊された？早いね。分かっている、今アトミーに向かってるから。まあ、どうしてもここでねロスしてしまって敵と戦闘になるというのは致し方ないところではあるんですけどね。ジャマイカンだ、思い出したというか調べました。ジャマイカン、ジャマイカン少佐だ。さてアートミーはさっさと対処しないとどんどん損害が大きくなっちゃうんで、アトミーに第三遠征艦隊、これを投入しちゃいましょう。さっさと、第三遠征艦隊がアトミーに到着すればアトミーで戦端が開けますね。ちなみに、第三遠征艦隊の戦隊値は7176で、軍事力は2200というところですね。でここにもホワイトベース、その他駆逐艦が1隻、ゴルベットが1隻というところですね。よし、これでアトミーを奪還できる。逃がすなよ。逃げてったか。オスカン方面に逃亡した。オスカン方面に追撃をかけよう。オスカーンも完全に破壊しちゃえばいいの？これ全焼基地、敵の全焼基地があるんで、そうだね、オスカーンも破壊しちゃえばこと足りるかな。1900あったお金がどんどん減ってってるからな。まあ、さっさとヤミザーまで進みたいところですね。アトミーも破壊されてしまったんで、これを修復してまたお金が取れるようにしていきましょう。さあ敵艦はまだこちらに気づかない？気づいたね。敵艦のが明らかにでかいけどな、大丈夫なのか。ホワイトベースここにいますね。
ホースカーンの戦闘でだいぶ削られてるな。ファイトベースが残ってれば大丈夫かなとは思うんですけどね。あとは敵艦隊も叩きましょう。海賊船の基地は破壊したので、このまま敵艦隊も壊滅。いやー、損害も大きかったけど、とりあえず敵海賊艦隊を撃破したので、よしとしましょうか。いやー、なかなか苦しい戦いが続くな、本当に。で、アルファには確か入植を開始するという話だったよね。まあ、入植してもらっていいので、どんどん開発してもらいましょう。で、資源はね、だいぶ改善されてきたので、この先この資源を貯めてホワイトベースを第二艦隊に配備できればいいかなというところですかね。はい、ではちょっと今回もね、ダラダラしたプレイにはなってしまいましたが、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。